アビジャンはコートジボワールの最大都市、同国南部に位置する旧首都、1983年に首都が 240km 北のヤムスクロに移転されたが、現在も行政、経済の中心地として、事実上の首都機能を果たしている。2014年の人口は約470.7万人。もともとこの地はエブリエ族のビジャン部の1904年に、 アビジャンからニジェールのニアメまでをつなぐための鉄道の建設が着工された。1934年7月1日に首都がバンジェルビルから選都され、アビジャンが首都になった。1936年に建設が始まった運河は1950年7月に完成し、運河の完成をもって1951年1月1日にアビジャン号が開港した。鉄道建設は、 1954年にオートボルタの首都ワガルグーまで伸びたところで終了した。1960年にコートジボワールが独立すると解放政策によりアビジャンはさらに開発が進み、西アフリカ諸国から多くの移民を受け入れた。1983年3月に同国の首都は内陸部のヤムスクロに遷としたが、現在もアビジャンは同国の政治。 経済の中心となっている。エブリエ型を取り囲むように、プラトー、トレッシビル、アジャメ、ココディアボーボ、ポールブエ、ヨープーゴン、マルコリー、アッテクベ、熊市ののの区が広が広っている市の中心街は、プラトー地区で、ここに政府官庁や企業が多く立地し、高層ビルが立ち並んでいる。東のココディ地区は高級住宅街で、大使館や豪邸が立ち並ぶ。 南のトレッシュビルは下町であり、アビジャンにジェール鉄道の駅がある。北のアジャメも下町であり、アビジャン最大の市場や長距離、バスターミナルがあり、多くの人で賑わっている。アビジャンのコミューン欠片の気候区分では、サバナ気候に属する、港湾都市であり、コートジボワールの生産物の数々が、盛んに輸出されている。主要産業は、食品加工、製材、自動車生産。 織物工業、化学産業など多数があり、西アフリカの優等生と呼ばれる同国の経済活動を物語っている。また、同国最大の石油生成施設もある。また、コートジボワールを代表する空港であるフェリックス、ウフェイ・コールボワに国際空港があり、ヨーロッパ、中東、アフリカに翼を伸ばしている。アビジャンの夜景コートジボワールの玄関口として、 フェリックス・フェイコール・ボアニ国際空港が所在している。アフリカでは珍しく都市高速道路がある。ほとんどの行政官庁や各国大使館が首都遺伝語もアビジャンに泊まっている。市内には国立図書館や国立美術館などの教育、文化施設もある。2019年12月16日、市内に日本の資金協力による自動車用工科業が完成。 アラサン・ワタラ大統領やアマドゥ・コンクリバリ首相が出席する完成式典が行われた。詳細はカテゴリーアビジャン出身の人物を参照。ありがとうございます。